こんにちは。最近、一流、二流、三流という言い方が流行っていますが、今回は私が独断と偏見で教師の一流、二流、三流というのを考えてみました。まず、三流の教師とは、自分の感情でエコひいきをする、そんな教師は三流と言っていいと思います。二流は、すべての生徒に平等に接する、もう機械のように私的感情を逆に抑えてみんなに平等に接する、それがまあ二流だと思います。では一流とは何でしょう。私が考えてみたのは、すべての生徒児童に特別扱いされてると思わせる、そんな教師が一流と言っていいと思います。生徒児童はみんな、違った人間です。ですから対応はオンリーワンであるべきだと思ってます。例えば、おとなしい A 君が授業中にトイレ行っていいですかっていうのと、やんちゃな B 君がトイレ行っていいのですかは、おのずと意味が違ってきます。あとは、すごい、目立つ、ここが痛いっていうのと、おとなしくてめったに口が利かない子が痛いっていうのでも意味が全く違ってきます。そんなわけで、すべての生徒を特別扱いする、それが一流だと思います。と、勝手なこと言いましたが、私もなかなかできません。いずれはできるようになることを目指したいと思います。お店なんかでも同じことが言えると思います。何回通っても何度行っても覚えてくれなくて扱いが変わらない、そういうお店は個人的にはまあ二流以下かなとちょっと思っちゃったりします。逆に私がよく行くインド料理店、すぐに覚えてくれて毎回こっそりサービスしてくれます。例えば、飲み物を頼んでないのに、ラッシーをプレゼントしてくれたり、あと挨拶ですね。挨拶も、いらっしゃいませから、こんばんはに最近変わりました。そんな風に、やっぱり人間って特別扱いされたいですよね。すべての人を特別扱いする、それがまあ究極の、人間関係術なのではないかと思います。皆さんが考える一流の教師、二流の教師、三流の教師とはどんな感じですかね。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。